水あげる。私の飲みかけで悪いけど。ああ、ありがとう。これってもしかして関節？こんにちは、キズナあかりです。さてさて、今回はネツクをほぼ操作なしで倒していきましょう。ざっくりとした戦法ですが、まず効果自動発動と特性ネガティブリスクでひたすら相手のターンになってもらいます。あとは自動発動した回復アイテムをトリガーにルーシャがひたすら攻撃していきます。戦闘が始まったら赤プミゼリーを食べます。するとルーシャのバトルミックスできるので、そよ風のアロマと手元にあるアニマを全部投入しましょう。アニマを全部投入しないと赤プミゼリーが自動発動するたびにバトルミックスするか聞いてくるので注意です。これでオーケーに選択したらあとは放置です。最後に装備とアイテムの紹介です。リディは勇者の攻撃力を上げるために共鳴の禅と真理をできるだけ積みつつ、防御と復活を中心に構成しました。ルーシャはフォロースキルの火力アップと攻撃力アップの構成です。アイテムは赤プニゼリーとそよ風のアロマの2つです。赤プニゼリーは効果やる気満々で自動発動し、特性ネガティブリスクとストロングスローでタイムラインを押し戻してくれます。また HPMP 回復と初めての食感でルーシャのフォローとバトルミックスのトリガーにもなっています。そよ風のアロマはバトルミックスで攻撃力のバフをかけています。今回の動画は以上となります。操作なしは前からやってみたかったのでうまくいってよかったです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。